お疲れ様です。追っかけ情報局局員の和戸です。11人組グローバルボーイズグループ INI さんの情報をお届けします。4月20日セカンドシングルのプロモーション期間にですね、プロモーション期間というか、それを、目標に、INI さんは関西を訪れて、ちょっと、そういうプロモーション活動をされていたんです。で、今回は5人かな、来られて、西博人さん、田島翔吾さん、池崎理人さんの3人、その3人組と、木村正也さん、高塚ひろむさんのペアの2組だったみたいですね。で、その際に収録された番組が放送されていってます。で、放送される番組っていうのも最後の方になってきたんですけれども、多分もう最後ぐらいだと思います。高塚ひろむさんと木村昌哉さんの2人が、VTR ゲストとして出演する番組が、5月15日ですね、放送されます。で、それが結構大型番組だよっていうことなので、その話をさせていただきます。新番組、その番組の名前なんですけれども、草薙康友のうさぎと亀です。5月7日土曜日にですね、事前番組が放送されたんですよ。で、これは、事前番組には見逃しがないので、その話しますね。でも、そんな、登場したわけじゃなくて、MC の芸人さんである康代智子さんが、収録直後に楽屋でインタビュー受けているっていうくだりがあって、で、そこで、エルフ、荒川さんっていう女性芸人さんがいらっしゃるんですけど、その方と一緒に木村さんっていうふうに名前が挙がってました。すごいよねみたいな、2人とも頑張ってるねみたいな感じでしたね。で、一瞬だけなんですけど、スタジオの様子が映りました。で、そこには、触れられてなかったんですけども、公式ツイッターで公開された情報があって、審査員として高塚ひろむさんも出演されます。この番組自体のメインっていうのは草薙さんと康代智子さんの、そのわちゃわちゃ加減みたいな感じで、番組の構成としてはセット3人がいるお茶の間のセットみたいなところから VTR っていうふうに見るようなスタイルみたいです。で、ただなんですけど、この番組、この事前番組があった、35分あったんですね。で、それとは別に、芸人さんのオズワルドさんを起用して、深夜に3夜連続で事前番組放送されるんですよ。で、MC の3人ってすごいビッグネームじゃないですか。かなり力を入れたスタートなんかなっていうふうに思いますね。うさぎと亀ですよね。この番組が放送される時間帯なんですけども、放送局が読売テレビさんで、日曜の昼、関西のお茶の間は多分テレビ結構ついてるんじゃないかなと思いますね。私も推しとか関係なくて、この時間帯はテレビ絶対ついてます。果たして、その木村昌哉さんの尺とか、その高塚ひろむさんがどういうふうに扱われるというか、どういうふうに登場するのかとか、その辺、もぐもぐタイム、高塚ひろむさんが食べるところって結構かわいいなって私個人的に思ってるんで、それが関西に放送される、どんな感じで放送されるのかなっていうのが楽しみです。もともと見るはずだった番組だと思うんですよ、安友さんすごい好きなんで。なんで、その初回に INI さんが見られるっていうのめっちゃ楽しみです。私は関西住まい、ちょっとここから話変わるんですけども、関西住まいなんで、吉本さんのお膝元っていうこともあって、ラポネさん所属のアーティストさん見る機会結構多いんですよ。情報番組で夕方とかに、ふと JO1 さんから来られた方っていうのをよくお見かけするんですね。
でも、まあ、他のローカル番組っていうのは自分の力ではどうしようもできないこと多くて、例えばなんですけど、某音楽番組さん一周遅れやったり、あとこれちょっと面白いんですけど、我慢を感じるところがあって、それは朝の情報番組ですね。エンタメコーナーってあるじゃないですか。で、そこ見ようと思って録画してても、関西ローカルに、ね、差し替わるんですよ。なんで軒並み INI さんのそのニュースっていうのは見られてなかったですね。あと少し前に、これ前の、A の発売の時ですね、ファーストシングルの時なんですの後ぐらいですよね、鹿児島さんローカルですよね。西洸人さんのサバゲーをなんか地元でしましたみたいなものは見れなかったですね。私の力が及ばなくって、アプリの不具合かなんかで見れなかったりしましたね。あと関東ローカル、わあ、すごい見たいんですけど、まあ無理で、もう CS 放送までお預けになることが結構ありました。もうローカル放送っていうのは本当どうにもならない、本当どうにもならないです。 INI さんのご活躍、こうトークでこうどうかなって祈るだけです。なんか意味もなくその放送時間帯に起きてたりしましたね、深夜であっても。それぐらい見たいんですけどね。まあ、この今回ご紹介させていただいて、うさぎとかめっていうその関西のローカル放送なんですけど、これ見逃し配信がありますんで、全国の INI さんのファンの方と共有できてすごい嬉しいなって思います。INI さん、こう、テレビで見られること自体って、本当嬉しいなと思います。関係者の皆様、ありがとうございます。はい、では、ご視聴ありがとうございました。関西のお住まいの方には、録画予約のリマインドなんかにしていただけるといいなって思ってます。お疲れ様でした。和戸でした。